はいどうも、ヒョドロです。デジモンストーリーサイバースルース続きをやっていきたいと思います。今回は依頼をとりあえずこなすところからですね。何個か来てるんですが、どうしようかな。まずこれ、脱ニート宣言。人間のように働いてお金を稼ぐ生活がしたい。でもなかなか仕事が見つからないのだ。私を雇ってくれる仕事先はないものか。依頼人ピエモンですね。クーロンレベル4。じゃあとりあえずこれから行ってみましょう。結構その、なんだろう、扉が開いたっていうので、デジモンが普通に現実世界に出現できる、具現化できるようになったっていうか、現れるようになったんですよね。でそのせいか、その影響か、デジモンから普通の依頼が来るようになってますね。今までデジモンの依頼って、なんだっけ、落とし物がとか、そういうのばっかりだったと思うんですけど、あれ、で、ピエモンはどこや、どこや、お、ピエモンいましたね。ハロー。いや、待ってたよ、君に私の就職活動の手伝いをお願いしたいのだ。毎日毎日、だらだらと暮らせるのはいいが、このままではいけないと思ってね、意識高い。そこでようやく気づいたのだ。私は人間と同じ仕事が欲しかったんだということに。おお、なるほどね。探せばいいじゃないか。なかなかね、街角で手品を披露してやろうと思っても子供が逃げていく。そして大人は私を人間とでも勘違いしているのか、まあいい年して奇抜なメイクしてるのねーとつぶやくします。これで仕事が見つかるか。これはメイクじゃない、私の顔なのに。こんな私に仕事をくれる者はいないのか。頼む、哀れな私のためにエデン内でいい働き口を探してみてはくれないか。エデンのなんとかスペースとやらでは毎日いろんな噂が聞けるのだろう。そういう場所なら仕事の情報も集まるのではないか。そこまで詳しいなら自分で行ったらいいんじゃないかな。冷たいですか。冷たいですね。しょうがねえな。じゃあ悲しんでやるか。なんかいい年してとか言われてるみたいですけど、大道芸人ってことにすれば全然いけるんじゃねえかなと思って。ダメだったのかな。まあいいや。こっちわかんないんだよな。ん？違う、なんとかスペースって言ってたっけ。オープンスペースかな。ちょ、行ってみよう。ろくに人の話聞いてないか。もう覚えてない。お、来た、びっくりマークある。あ、君、そこの君。突然で悪いけど何か特技はあるかい。人に自慢できるようなこととかさ。うん、デジモンを少々。この際身軽そうな人間だったら誰でもいいか。申し遅れたね。私はサーカス団の団長をしているものだよ。って言っても小さな無名のサーカス団なんだけどね。しかし夢は大きく、全国公演ならぬエデンのあちこちで大きな公演をすることなんだよ。団員もやる気はあるんだが、みんな演技が驚くほど下手でね。ダメじゃん。演技指導もできて他の団員の刺激にもなれるような人を探してるんだが。そう、めっちゃピエロに適任のデジモン。あ、デジモンまで言っちゃうんだ。お、懐深いですね。私たちはエデン内で活動しているサーガス団だからね。デジモンもここでなら他の団員と同じように働けるだろう。いやー、よかったよ。それじゃあここに来るように伝えてくれるかい。実際に面接をしてみようじゃないか。オッケー、自分らしさをアピールしてくれ。これまたピエモン呼びに行くの。もうめんどくさいな。ピエモンくん、ピエモンくん、仕事。うわ、行くぞみんな。ティッティッ、邪魔するんじゃない。成敗。よし、あんたたちの相手をしてる場合じゃないのよ。ピエモンくん、仕事を取ってきたよ。私に合いそうな仕事が見つかったって。ピエロ、ピエロ、そう、もう余裕でしょう。すぐに大きな収入は見込みそうにないかもしれないが、今は無名でもいつか大きなサーカス団に私がしてみせる。すげえモチベーション高え。やりがいのある仕事を教えてくれてありがとう。早速そこに行って演技を見せつけてくるさ。君に頼んでよかった。やっぱり怖い。おい、てめえ、
しょうがねえな。まあ気持ちはわからんでもないが、くすぐる。ほら。でしょ。面接といったら挨拶と自己紹介だな。どうアピールすればいいと思う？明るくハキハキ。マジ面接っぽい。その面接では実技試験もあるのだろう。サーカスに必要そうな実技なら自信はあるが、どんな技を見せればいい？トランプソード。いやー、空中アクロバットやな。ちょっとトランプソードは物騒やしな。てめえで用意しろ。これってもしかして質問の受け答えによって報酬変わったかもな。まあいっか。お、頑張れ。いつか大きなステージに立つことができたら君に招待チケットを送るよ。その時は絶対来てくれよな。それじゃ。いやー、ピエモンすげえなんかやる気だったけど、なんかこれシナリオをクリアしたらデジモン全部消えるみたいなことになりそうな気がするんだけど、大丈夫かな。ほい、じゃあこれで、ピエモンの依頼は完了ですね。んー、じゃあさらに2件。あ、けど落とし物系か。まあこれはそのうちやっときますね。んー、じゃあ次はこれ、行方不明の捜索願い。ピコデビモンが、俺のピコデビモンが見つからないんだよ。現実世界にいるはずなんだ、探して。居場所不明？不明？現実世界にいるはず。うん。じゃあ、え？片っ端から探し回れってこと？ひえー。けど本当にそうかな？けどそうかな？とりあえずじゃあなんか探してみますね。お、けどノキアがいる。どうしたどうした？食べたい食べたい。ノキア連れてってよ、連れてって。おう、何やってるんやお前ら。ていうかオメガモンじゃない。何、好きに分裂できるようになったのもしかして。おい、あ、なんか依頼が、うん、でっかいしね。そういうのできるんだね。仲のよろしいことで。なるほどね。じゃあまあ依頼が増えてるんですね。うーん、じゃあちょっとピコデビモン探しに行きますか。いたー、ピコデビモンいたー。うっす、探したぜ。秋葉原にいました。前俺とやるんか。このメンツを見てもいくぞみんな。その度胸は買うけども、けど、あ、強い。なんやって、やべえ、ちょっとこれは予想外だ。やべえ、ちょっと舐めてた舐めてた。あかん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 。おーおーおおお。あー、じゃあオートオートじゃいかん、オートじゃいかん。チェーンジ。あー、もう、いやー、びっくりしたー。ちょっと舐めてたわー。
はい、じゃあ相手ウイルスなんでワクチン固めで。ガルルモンはそんなに役に立たないかもしれないけどね。いえ、毒やだな。フォックスファイヤー。まあそうだよね、しょうがないね。ギガデストロイヤー。ヘルクラッシャー3まで使っちゃうの強えな。コーンバスター。うん、まあ負けることはないんだが、ちょっと、おーっと、おのれ眠り鬱陶しいな。あ、ゴリウスしかあるまい。スタードラカブテリも起きて。はい、メタルグレモンも寝た。マジで？ちょっと起きろー。起きた起きた。よしよし、ちょっとメタルグレモンが微妙に危なくなってきたな。防御そんなに高くないのかな。直接攻撃食らってるんだっけ。あんまちゃんと見てないんだけど。もうちょい、あー毒がきついな。どんどん毒のダメージで、おい、あーもう寝てんじゃねえよ。しょうがない、回復しよう。毒のダメージってだんだんでかくなるんですね。またかよ。しょうがない、ここが攻撃だ。んでガルルモンで、ポイズンリカバリーね。ガルグレーモン。そう、こいつなかなかやりおる。おーし、ちょっとびっくりした。イエーイ。もっとグイッと経験値くれてもいいんやで。ああ、君のデジモンに言ったんだ。ご主人様に大事にされてていいねって。僕のご主人様は最近ほとんどエデンに来なくなっちゃったんだ。僕はいつも待ちくたびれの一人ぼっちだから、デジモンが人間の世界に行けることになってご主人様と追いかけっこでもしようと思って逃げてきたのに、ずっと待ってようやく来たのが君。ご主人様は僕のことなんてどうでもいいのかな。ああ、ちょっとかわいそうだね。今日探してたよ。お、そこは素直なのね。言ってあげなさい。はい、バイバイ。よし、これでピコデビモンの依頼、ピコデビモンのご主人の依頼、結局何だったのかよくわかんないんですけど、はい。お、またかー。グルメ食べ歩きか。どうしよっかな。けどメモリアップもらえるんだよな。しょうがねえ、引き受けてやろう。また前みたいな感じなのかな。なるほどね。食べたいだけでしょう。難しいね。そこはフレンチ。気取らない庶民的な料理。中野ブロードウェイでも結構するのか。洋食屋さん。なるほどね。もうちょっと大衆的な方ね。うん、間違いない。はいはい。じゃあ新宿の洋食屋さんね。新宿、おお、来た。
洋食屋さんってどこだろう。全然見当もつかないんだが、これ違うな、甘みどころだもんな。これこの奥かな。洋食屋っぽいやつ、洋食屋っぽいやつ、あまりピンとこねえな。どれだ、これ。七星、お玉とポチ。お、うん、君たちにはこれくらいがちょうどいいよ。きたー、食べ物あるところに優子あり。なんで立ち去るんだよ。安くて美味しくて庶民的でベーシックな食べ物なの。このサーロインステーキっていうのは、 これは人間誰しも好きだけど庶民にはなかなか手の出ない高価で高貴な食べ物なの。遠慮を知れ、遠慮を。シャトーブリアン、シャトーブリアンってなんだ、全然わかんねえ。じゃあ俺もサーロインステーキがいいな。あ、来た、これは超高校級の食レポ再びか。ハヤシライスにエビピラフ、このさもありなんというベーシックな洋食屋のメニューがいい感じだな。どれもこれも美味しそうで目移りしてしまう。おっと、オムライスか。シンプルだからこそシェフの腕が試されるメニューだ。よし、これで行ってみよう。お待たせしました、オムライスです。ほうほう、こう来ましたか。最近主流のふんわり卵ではなく、しっかりと火の通った固めの卵。さすがは洋食屋という感じだな。このくらい固めの方が王道のオムライス感があっていい。どれどれ、うん、これはうまい。ともすれば濃すぎるケチャップベースのチキンライスの味が、しっかりめの卵と一緒に食べることで口の中で程よいハーモニーとなって。ヒョードルは本当にもうね、ギリギリよ、ギリギリ。さすがのキアさん、ギリギリ払えたのね。もうお前らはマクドナルドでも食っときなさい。やべえ、こいつら大義名分を振りかざしてきやがる。とんかつ屋か。とんかつ屋もそんなに安くない気がするけどな。ここって渡れるの？あ、でここで行けるのか。中途半端に食べたから余計に腹が減った。俺はね、このヒレカツってやつとロースカツってやつとエビフライってやつ。ノキアはどうするの？ライスとかじゃない？ノキアは。相談された。とんかつに来たら迷うことはない。注文するのはやっぱりロースカツだよな。あっさりして柔らかいヒレカツもいいけど、どうせとんかつを食べるなら脂の乗ったロースカツをガツンと食べきってやりたいものだ。はい、ロースカツのお客様。おお、これはなかなかいい具合の揚げ加減だ。こんがりとしたきつね色がまた食欲をそそる。よし、とんかつ全体に多めのソースを注いでと。サクサク感が失われるからって小皿にソースを出して上品に食べる人も多いけど、こうした方が徐々に衣にソースが染み込んで味の変化が楽しめる。おお、これは美味しい。やはりとんかつはロースに限る。この油部分から溢れ出る濃厚な旨味はロースでしか味わえない至福の。ちょっととんかつ食べたくなってきちゃうやん。勘弁して。デジモンやってて食テロとは。飯テロか。もう何自分の世界に入り込んでるの。ちょっとね、食事と見るとね、
財布が緊急事態なんでしょ、どうせ。はい。クイーンゲって、もう体で払っとけよ。じゃあ払いてえんだろう、どうせてめえよ。なるそんなことなる。ここは正直に行こう。お、どうした。やばい、野生が爆発してる。他の暴走デジモン、他の暴走デジモンっていたっけ。あんま覚えてないんだけど。ゆうこちゃん来たー、お嬢様来たー。物悲しげに何を言ってるんだ。これゆうこもアグモンと同じくらい食べたねみたいな、なんかそんな勢いなのかな。ゆうこお嬢様じゃないの。だってキャベツとかお味噌汁まであんなにおかわりして。ムキヤさん、皆まで言わないでください。ゆうこは本当に食い物好きやな。もういいだろ。甘みどころ、はいはい、来る途中で見かけたよ。そこでも山のように食べるんですね、ゆうこさん。半端ねえな。あいつらいくらでも入りそうやけどな。ここや。甘いもんは別腹ってやつですね。古くからは甘いものは別腹と言いますから。神様が人間に与えてくれたここぞという時のサブウェポン的なものなの。さようか。まあそんなことよりも、あんたたちは何を食べるの。おう、こいつらどうやって食べるんだろう。私は白玉と三つ豆とお汁粉とぜんざいとところてんもいただけますか。そういう問題じゃないよ、お腹の心配してるんだよ。ヒョードルさんは何食べるんですかね。あー、食レポがない。なんだって。ちょっと期待したのに。非常に残念です。そっか、もうお腹いっぱいでしょあんたら。それにしてもゆこっち、いい食べっぷりだったね。そんなことはないはずです。でも皆さんのおかげで私もグルメを堪能できました。一人だと入りづらいのか。なるほどね。人目をはばからず一人で外食するということに抵抗があって。そっか、女の子はそういうこと、そういうの気にするもんね。私はそうでもないけど、実はいろんなお店が知りたくて事務所に依頼を出したこともあったんです。お前まさか。来たー、シュミラン。あれはゆうこだったのか。そういえばなんかお店の前にゆうこ立ってた気がするね、言われてみれば。よっしゃ、じゃあまあとりあえず依頼3つこなしたところで、時間も時間なので一旦切りますかね。なんかちょっと久々に、なんだろうね、ワイワイした感じだったな。
はい、じゃあ次回も引き続きやっていきたいと思います。どうもありがとうございました。